はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワプロサクセススペシャル。今回はですね、ちょっと検証動画的な感じで、招き猫を使わないでどれくらいイベント数を消化できるのかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、まずは、高校なんですけれども、その高校によってちょっと秋イベント数というのがね、変わってくるので、高校によってばらつきが出てしまうかと思うんですけれども、今回は今流行りのですね全力高校でやっていきます。でデッキの方は見ての通りなんですけれども、一応条件としては、前3後3でバランスよく組んでいきます。でデッキの編成なんですけれども、これはねとりあえずイベント数の多いキャラクターを突っ込んであります。このくらいのイベント数だったら絶対こなせないだろうなっていうような数になってますので、まず右3人が、前イベになるんですけれども、前イベのイベント総数が22で、後イベが後ろ3人で後イベのイベント総数が20に、なってます。であと実際はね、後イベの総数19なんですけれども、コンボが1つありますので、ひじりちゃんと小高ちゃんのコンボが後イベのはずなので、これ入れて、20という、数え方になります。あと自己紹介はね、入れないので、自己紹介なしでのイベント数をちょっと、カウントしていきます。一応そんな感じかな。できれば10回くらい、本当はねもっと100回とかやればねかなり、いい数字が出ると思うんですけど、100人も作ってらんないんで、とりあえず10人くらい作って、最大値と最小値と平均値とか、そこら辺をちょっと、出していきたいと思います。でアイテムはちょっと余ってるのがサポーターと、あとねそう8月の1週までやっていきたいんで、ちょっと野球心のねお守りを持って試合には勝ちやすくしていきたいと思います。最初でね負けちゃったりすると、1ヶ月間くらい、丸々無駄になっちゃうんで、そこでねもしかしたらイベントが起きるかもしれないので、甲子園の行く8月1週までをカウント期間としていきたいと思います。じゃあこれでやっていきましょう。はい、というわけで10人プラス最後にね、招き猫を持ち込んで1人、作成してみた結果がこんな感じになります。で一応最大値としては前イベが17こなせて後イベが19こなせた感じになります。これ17と19両方こなしたわけじゃなくて本当に最大値だけを取ってます。で最小値に関しては前8の後12ですね。でそれを平均すると前が 13.1 の後が 14.9 なので、思ってたよりはこなせたかなという印象になります。でさらにですね、招き猫を使うと前17、あと19、これ両方こなしました。前17プラス、あと19というイベントの消化数だったので、やっぱりね、招き猫、持ち込んだ方がイベントの消化率はかなり、上がるといったところになります。で、一応これ10回やってみて思ったのが、基本の数を、12だとすると、要は選手キャラで、金徳が3回でイベントが1回とで合計4回の3人で12だとすると、猫なしでも基本はいけるかなっていう感じですね。後イベに関しましては12を下回ったことがないので、あとは大丈夫だと思います。でただですね、前イベに関してはやっぱりね、8とか10とか11っていう数字がありますので、基本は大丈夫だけど時々こなせないかなっていう、そんなイメージに、なると思います。なのであとはね、彼女キャラとかを編成して、イベント数をね、減らしたり、あとどうしてもね、少しイベント数の多いキャラを、入れなきゃいけないときは、招き猫を持ち込んだりといったところですね。12が基本であれば、猫なしでも大丈夫かな。で猫を持ち込まなくて、イベントを全部こなせるという感じになるとアイテムをね、1つ余分に、持っていけますので、さらにね、選手が作りやすくなりますので、一応全力では結構イベント数はこなしやすい高校になるのかな。そんな感じになりましたということで、一応ここら辺の数値、10回しかね、やってないので、幅はね結構あると思うんですけれども、もしよければ、招き猫を持ち込むか持ち込まないかというところの参考にしていただければと思います。イベント数はね、そんな感じだったんですけども、今回使った選手は結構ね、最初の方に出たキャラ、スバルとか特に小筆とかね、最初の彼女キャラなんですけれども、やっぱりね、イベントの経験点が少ないよね。特にね、小筆とかね、彼女キャラなのにもうイベント数くっそ多いし、イベントの経験点がくっそ少ないしみたいな。でしかもアーティストを取りに行って、なんていうの、その髪型を変えると経験点が偏るじゃないですか。もう最悪っすね、あいつは。もう多分ね、実験以外に二度と使う機会はないと思うんで。しかも小筆、ユニフォームの小筆って全キャラクターの中でなんか一番イベント数が多いんですよね。彼女キャラのくせにそのイベント数が一番多いとか、もうマジ最悪のキャラクターなんで、ちょっと小筆めっちゃディスってますけど、今回使ってそういう印象を受けました。当初はね、小筆ちゃんもね、今小筆ちゃん出てますけれども、ほら114、114とかだからね、筋力114の敏捷114だからね。でアーティスト取るときなんてさ、最後54しか筋力くんないからね、本当にこいつ全然、経験点くんないんで、最初はね、でもそれでも重宝したんだろうねということで、パワプロチケット2016の、キャラを見れば、なんかみんないらんみたいな感じにはなると思うんですけれども、そういう印象でしたというところで、今回はこれで終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。